はですね、いつものギターじゃなくてウクレレなんですけども、ウクレレといえば辻彩乃さんということで、今回演奏辻彩乃さんの1曲、有名な曲もお届けしたいと思います。で、この恩返しっていうアニメで使われております、風になるという